いやでもちょっとまだ全然納得いかないんで、もっと冷たいですね。ホイールワーク、ワークですね。なんだこれ、ツーピース極みの19ですね。まだ納得いかないです。もうちょっと出したいですか。もうちょっとやりたいです。エアロってどっちなんだよ。G3 です。下吸ってます？吸ってますね、だいぶ。ここもちょっともう外れかけちゃってるし。あ、そうなんだ。はい。シャコチなんてしょうがないですけどね。まあそうですね。足何入れてるんですか？ブリッツのシャコチョです。ああ、じゃあほどの感じですね。はい。お、テールが変わってるんですね。純正ですかこれ？いや、社外ですね。ちょっとメーカーわかんないんですけど。こういう、あれですか、LED で。そうですね、流れるシーケンシャル。結構目立ちますね。結構多分目立つと思います、ね、でフロントのヘッドライトも最近変えて。これどこのメーカーですか。これはブラッシュかな。あ、ブラッシュっていう、はい、なんかみんなあのフロントだと大体3眼ヘッドライトつけてるんですけど、自分ちょっとあえて2眼にしたくて。あ、かぶらない。かぶらない。結構お値段もするんですかこのブラッシュは。多分新品で6万5千とかするぐらいじゃないですか。テールはそこまではしないですか。テールはしないと思います。まあちょっと買った時からすでについてたんで。あら、いいですね。あの買った時からもうほとんどこの形だったんですよ。でも自分ほとんどやってなくて、あのもともと本当は後期が欲しかったんですけど、ないでしょ、ちょっと値段がまだ年式が新しいんで高いんで。あ、高い。もう完成形としてでこれが出てたので。前期だともう結構安いんですか。もうこれはもうカスタムある程度されてたんで、結構それなりにしたんじゃないですかね。100ちょいだから。あ、いいですね、買いやすいっていうものぐらいです。マフラーも買ってるんですかこれ。マフラーもあの柿本の4本らしい。あ、いい感じですね。ちょっとまあ控えめで。控えめ、爆音すぎず。はい、あんま、はい、あのうるさいのてかあんま派手なのがそんな好きじゃない。スポイラーはこれは。スポイラーも多分変わってるんですかね。なんか元々ついてた。社外っぽい感じもしますよね。うん、そんな感じしますね。で、あとはなんか中の元々なんか前期中期だと中のあのが緑色のライトなんですけど、はいはい、ここはもう片時から最初から LED に変わって。あれ本当だ、後期化みたいな感じになっています。新しいじゃないですかこれ。はい、これやるの大変ですからね、自分で。ですよね。じゃあ前の人がこうやってくれたんですね、はい、多分やってくれたと思う。でシートも多分普通のじゃないと思う。あれ、カバーがちゃんと、はい、これいいじゃないですか。今距離はどのぐらいですか。9万5000キロ、はい。前はあの BB で7年間ぐらいずっと乗ってるんですけど。セダンいかがですか。やっぱいいです。いいですか。はい、乗り心地とか安定性とか全然違うし、運転もしやすいし。あ、保証持ってるんですね。あ、そうです。もう多分前の人が見せる。ホイールもそうだったんですか。ホイールもついてますし、いやー、まあ、ヘッドライトはちょっと変えた。はいはいはい。まああとここの LED のライト、あ、もうこれも元からついてる。つけたいものがついてたらそれはラッキーですね。そうですね。